吉田さん、福知山線の事故から16年経つんですね。当時私事故が起きてる時はまさに真っ只中、特商法の関係で牢屋に入ってたんですよ。ですんであれから16年経つのかと思ったら早いもんですよね。あの時私が感じたのは、自分のことはともかくね、こうやって犯罪を犯して牢屋に入っている人は命ながらえて、真面目に毎日の勤務に勤しんでる方は亡くなってしまうと、ね、これ一体何がね正義で何が悪で、正しいことをやったらいいことが起きるのか、悪いことをやっても逃れ続けることができるのか、なんかねそういうことをちょっと考えましたね。当然私あの時犯罪してたわけじゃないんで、誤解が解けて無罪放免になったのは重ねて申し上げたいところですけども、けどやっぱりね、命とか時間とか自由とか正義とかについて、より多く考えることができるようになった、そんな瞬間だったかなと思うんですよ。で、工藤会、ヤクザ、それから警察との関係、これはね、いろんな見方があるのと、あとあまりにもね、これ長いんで、おヤクザさんの歴史とか警察との癒着とかね、それから今回の一般人襲撃とかなんとかにしても、あれは結局一般人襲撃という形に警察はしたけども、ちょっと待って、あれ一般人じゃなくてまさに極度の人間だったじゃないかみたいな、だがおかしいだろお前みたいなこともあったりとかなんとかでして、私はね蚊帳の外なんで、流れてくる情報から、断片的なものから勝手な判断をするしかないんですけども、けどその問題はねちょっとどっかに置いときましょう。私たちの扱えるものではないんでね。だけど正義を振りかざし始めた時からおかしくなるんで、ある程度のそこはね共通認識として持っておけばいいのかなと。完全悪ってものもないし、完全に真っ白って人もいないですし、ある程度のところで折り合いをつけていくんだろうなと思うんですよね。でそのグレーゾーンに触れないようにやっていくっていうんですかね。そうだな、今回の動画の結論としてこれいきましょう。グレーゾーンでいきましょうかね。グレーゾーン、いわゆる自分が正しいと主張する人は、これは黒ではないよって言うんですよね。でも同じグレーに対しても黒ではないよという主張に対して、私はもっともっとね、自分に対して、追求したいんで、グレーは白ではないねっていう風な気持ちを持ってるんですよ。この同じグレーを見ていても白ではない、だからもうちょっと考えないとなっていう人と、黒ではないだから堂々とやってていいんだっていう捉え方とね、両方あるなぁと思いますね。グレーゾーンでございました。